次に、廃止という方向で動いているように私たちには見えて、ことが発生してから、やたら請求すぎるのではないかということで、こういう模様を示しながらゆっくりと時間をかけて、議論がされれば嬉しいなというふうに思います。まず、大切なのは、それぞれの立場がございますでしょうけれども、通学生の足をどうやって確保するのか、段階的にもう少し説明をいただければなというところで、ちょっとした疑問もございますので、その辺のところはですね、あまり、過去の責任とかいうところは、追及しても始まらないので、これからどうするかというところに、論点を進めていければなと思います。今日は、ゆっくりと議論をしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。挨拶終わります。ありがとうございます。それではパネリストの紹介をさせていただきます。紹介の後お一人ずつお話しいただくんですけども、まず、手前からですね、十和田市企画財政部長西村正弘さんです。皆さんこんばんは、西村と申します。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お隣が十和田観光電鉄株式会社社長白石哲右衛門さんです。皆さんこんばんは。今日本当にお天気の悪い、足元の悪い中ご参集いただきましてありがとうございます。今日は一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、いろいろ活動してるんですけども、私の方が説明しにくいんで、あえて、市民で冷水絹さんです。こんばんは、冷水と申します。今日は自分の思いを少しでもこう語れたらいいのかなと思っております。よろしくお願いいたします。同じく前田美穂子さんです。前田と言います。今日はたくさんの方々の声と皆さんの反応を、いろいろとこう聞いてきたなという思いでやってまいりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて黒沢一郎さんです。こんばんは、黒沢です。竹本氏はご存じの方いらっしゃると思いますが、東海観光電鉄のもうだいぶ前の OB でございます。現在コマッコランドの指定管理者制度の中で指定を受けて運営しているものでございまして、その観点から交通問題を議論してみたいなと思って参加します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。おそらく見たことがない方が一人いるなという思ってるんですけども、鉄道サポーターズネットワークという組織が全国的にございまして、そちらの方から清水孝明さんに来ていただきました。こんばんは、鉄道サポーターズネットワークの特定非営利活動法人全国鉄道医療社会というのが正式名称ですが、その代表をやっております清水と申します。今日いろいろ全国の視点からいろんなコメントをしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。では早速ですけれども、ここに書いてあるような時間を一つの目処にして進めていただきたいと思います。白石さんには10分ないし15分くらいでお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、改めまして、十和田観光の社長の白石でございます。今日本当に先ほど申し上げました、ちょっと寒い中、足元の悪い中、ご参集いただきましてありがとうございます。それでは先申し訳ないんですが、座ってちょっと私の方からご案内させていただきます。日頃本当に地域の皆様から当社の鉄道事業でございますけれども、大変お世話になっています。また本日は十和田市民活動ネットワーク代表の山畑様、それから、広報担当の柳田様をはじめ、他の関係各位のご厚意によりまして、このように市民フォーラムの場で
まあ、当社の現状、それから今回に至った経緯等をですね、皆様にはまたご説明、ご案内いただける機会を得ましたことを、本当に深く感謝申し上げます。まあ、はじめに大きくの部分の一つとして、まあ、今回このように西一長様の方に、まあ、従来の枠を超えまして支援に至った経緯、こちらが一番大きいことかと思います。従来から東田観光のこの鉄道事業に関しましては支援をいただいてこないということではなくて、国その他の支援の枠組みの中で、まあ、青森県も含め西一長様から多大のご支援をいただいてきましたということには変わりございません。ただ今後当社が抱える向こう10カ年、この部分だけでも非常にその大きい、設備投資、まあ、安全に関わること等々につきましてですね、まあ、多額の費用が見込まれております。これによって従来から、従来の枠を超えまして、本当であればこの事業者というんですか、我々会社が負担すべき部分までなんとか支援をしていただきたいと、まあ、これはとにもなおさずこのまま鉄道をですね、続けていくためにはということのお願いでございます。ですからこの従来の枠から超えた部分も含めて、今までの部分も含めて、まあ、市民住民の方々の貴重なその税金をということは重々会社としても認識はしておりますけれども、まあ、今まで、来年で90周年を迎えます。電化においても昭和26年に当社の鉄道が電化になりましたので、本年で40年、開業大正11年9月5日からの営業を考えますと来年で90年を迎えます。まあ、過去十数年何十年も鉄道そのものではなかなかその損益として残せない部分もやはりいろんなその地域の皆様のご支援があってですね、ここまでやってこれたのかなという思いでございます。それでは開日から、東田氏様、それから三沢六之氏様を含めて、議会説明、それから、住民の説明等でもお話ししてきました。私の方から、まあ、一部重複にはなろうかとは思いますけども、今回の支援の支援に至った経緯をですね、再度皆様の方にご説明ご案内をしたいと思います。まず過去10カ年東田観光のこの鉄道に関してどういう状況でありましたかということでございます。今から10年前遡ること、平成13年度輸送人員が70万人ございました。これは年間でございます。10年後の平成22年度は45万9千人でございます。この10カ年で、まあ、輸送人員だけを見ますと約24万1千人減ってございます。あとはその実際にその収入でございますけども、1億7400万ございました。10年前はですね、鉄道だけで1年間の収入は1億7400万ございましたけども、10カ年で、約5600万減りまして、平成22年度は1億8000万まで、落ち込みましたということです。ちなみに当社の鉄道事業のピーク、まあ、一番その輸送量の多かったのが昭和45年でございます。年間165万人の輸送がございました。先ほどちょっとご案内いたしましたけれども、平成22年度は45万9000ということですから、昭和45年のピークから比べますとものすごい人数が落ちているというのが、当社電車の現状でございます。それから今度2つ目、まあ、そうは言いつつも直近近い部分ではどうかということのご案内でございます。前年度21年に対して22年度、まあ、年度でいうと昨年度になりますけれども、
収入ベースでいくと大体 95% で推移しておりました。ただし、12月4日の、新幹線開業、当初から新幹線ができますと、やはり三沢で乗降の部分が減るだろうなということで、おおむねある程度の想定はございましたけれども、それ以降ですと全体では 87.9% でございます。で特に学生さん以外の普通券、当社では普通券と申し上げております。これは一般のお客様、要するにその通常の料金でその日に、買っていただいて乗車しているお客様だけ見ますと、87.9% ということでちょっと下げ幅が大きいという状況です。震災後の今年に 入りましてから4月から7月におきましてもやはりこの状況は続いておりまして、特に普通券の方ですと一般の乗客の部分ですけども、対前年22年度と比べまして70%ということは 30% 落ちているという状況です。当然新幹線の部分がありますけどもその部分は当社でも、観光バスにしろホテルにしろそちらはだいぶ従来より恩恵は受けるだろうと。鉄道に関してはやはり多少の部分はありましたけど、現状とするとこういう状況になっております。それからやはりそうは言いつつも電車としてもいろいろ増収とかですね、それを目的とした継続的な取り組みをいたしております。皆さんも近場の方はご存知かと思います。春の時期の神桜のこれは首都圏からのツアー客もありまして、今年は震災でほとんど取り消しになりましたけども例年2000名ほど短い期間、区間ですね、例えば一番その桜の見る場所のいい木更津大学から川出しとかそれからですね、料金的には小さい金額ですけども2000名程度はずっと来ておりました。それこれが今の神桜のですね、あとお花見電車、それから七夕電車と称しまして幼稚園さん、保育園さん等がですね、この七夕の短冊にこういろいろ願い事を書いたり、そういうことを、それからビール電車、それから試着の駅構内では、例年カブトムシ電車等々ですね、いくらでもその地域の皆さんにこの電車に関心を持っていただくことと、それからいくらでもその利用客を増やしたいということで、取り組んでまいりました。あと外の県では、これも第三セクターではありますけども青森鉄道さん、それから岩手銀河鉄道さん等々ですね、相互の伸びで、定期券を見せますとお互いその連携してその地域の各施設を割引して相互で利用客を増やしましょうという取り組み等々もしておりまして、いくらでもその利用の拡大に努めておると思っております。それから3つ目として、これからがその今回要請した内容に近づきますけれども、向こう10カ年の将来どうなるんだというその金額も含めて、乗車人員とかそういうこと、それから今回支援に立った西市長様の方に支援いただいたそのある程度 その金額ですね、これをちょっと、ご案内申し上げます。主な利用者というんですか、全体の 80% は沿線の高校生さんであります。今後ともその学生さんというんですか高校生さん、サブリ高校の附属中学校さんの中学生もございますけれども、それの学級数とか少子化等々もあります。一般の利用客の減少も考えますと、非常にその乗車人口の減少が見込まれますと。ただしその安全に関わる部分で、施設の老朽化等もございまして今後多額 その設備投資も考えています。そこで、果実よりその西市長様の方に要請いたしました。その大枠の具体的の部分の金額を申し上げますと、2011年度から今後10カ年において、当社が見込まれる設備投資、
それから修繕費等の総額がおおむね8億3100万程度見込まれますと。で、国、県等々の補助金を除いた5億2100万がございます。このうち今現在の枠組みでありますと約1億4000万が西町さんのご負担いただく分、それ以外の部分ですね、要するにその本来事業者が持つべき、現在の枠にはない部分4億1700万円と、先ほど その西町さん従来の枠組みの1億4000万をプラスした部分が今回のその要請の内容となってございます。まあ、非常にその大きい金額でありますし、今までのない部分ということの要請ということで、まあ、当社としてもなんとかまあ鉄道を残すためにはですね、その経済的部分だけではなくて、まあ、鉄道の持つその文化性とか地域性とかいろんなことを考慮して、まあ、従来からやってはきましたけども、されどこのまま維持存続するためにはやはり多額の資金が必要だということに至ったことでございます。9月初めから東田氏様、世田谷市長様のいろいろその議会様とか住民の説明会を開いて開かさせて、発言の場をいただきました。やはり鉄道のある文化性、それから先般も六戸さんの方ではそのなかなか年もいって声なき人たちのやはりその気持ちも汲んでくれと、そういう意味でぜひ鉄道を残していただきたいという方もいらっしゃいました。それから事業者として今まで本当に、鉄道として努力してきたのかと、もっとその収入を上げるためとか地域の方に、発信してきたのかというそのご意見もございました。これも全く非常にその会社とすれば重く受け止めております。また中にはですね、やはりこういうその交通体系がもうだいぶ変わってきたんじゃないですかと、鉄道でなければならないということはないはずだと、まあ、あるところでは鉄道の役割は終わったのではないかという、まあ、そういうそのそれである別なその交通手段にこの際はどうだという方もいらっしゃいました。とうとう踏まえましてですね、まあ、各界各層からのいろんなご意見を聞きながら、従来まで、説明をさせていただきました。まあ、これが私どもが今回いろいろ各地区でご説明した内容の大体大枠用紙でございます。今日は、まあ、この後も引き続きですね、本日お集まりの皆さん方からその立場でいろいろその忌憚のないご意見をいただければ非常にありがたいということでございます。私の方からは以上です。